片岡鶴太郎、片岡鶴太郎、片岡鶴太郎。1954年12月21日体は、日本の俳優、お笑いタレント、歌手、画家、書家、プロボクサー、容疑、ヨガ実践家。本名は、荻野茂雄。愛称は、鶴ちゃん。大田プロダクション所属。絵を描く時のみ左利き。弟は、大田プロダクション社員。 バラエティマネージメント一部部長の荻野良乙、塩。東京都荒川区西日暮里出身。東京都立竹野大高等学校卒業。実家の荻野家は埼玉県所沢市の農家であり、父方の祖父は神田で生花店を営んでいた。鶴太郎の父は長男だったため、彼の母は彼の弟だけを引き取り所沢の本家に置いていかれた。戦後。 食を求めて、ナリマスの金属加工場に就職して、鶴太郎の母と出会う。母方の祖父は、羽子板職人だったが、太平洋戦争の空襲で家と、職業道具すべてを失って、これを機に廃業し、戦後はお好み焼きを売る屋台を営んでいた。父親は、祖父の死後、祖父の実家がある所沢で育ち。戦後は、東京ナリマスの金属加工工場で働いた。 結婚後は、西日暮里の妻の家族の近所で暮らし始め、1954年に、鶴太郎が生まれた。鶴太郎は父親に連れられて、寄せや演芸場へ通っていた。物心づいた頃から芸人を志し、10歳の時、動物のモノマネで、富士テレビの素人参加番組、素人寄せにテレビ出演。その時の AD が後に、笑っていいとも、のプロデューサーとなる。 横沢氷だった。早くから芸人を志し、高校進学に際しては、中学3年時の初めには、成績が、下から2、3番だったが、夏休みの1ヶ月間で小学校6年生の、教科書からやり直し上位10番に入り、東京都立竹野大高等学校に入学、演劇部に所属し、3年時には部長を務めた。高校卒業後、俳優を目指し、 清川二次子の自宅へ何の当てもないままいきなり、訪問しで子入りを志願したが清川には会えず、清川の付き人から、男の付き人は取らないと断られ、最後には警察を呼ぶと言われ断念。粘れば、弟子入りを許してもらえるだろうと思っていた目論みが、崩れてしまった鶴太郎は、生活のためしばらく土木作業員などの仕事を、経験した後、1973年に、 生体模写の片岡鶴八に弟子入りし、生体模写で東方名人会や浅草小竹園芸場などの舞台に出演するようになる。師匠である片岡鶴八は生体は人によって違うから、君に僕の芸はそのまま教えられないと芸を教えてくれなかったが、蕎麦屋に連れて行ってもらって蕎麦の食べ方の手ほどきを受けたり、芸人として売れるまで蕎麦屋では 森蕎麦しか食べてはいけないなど芸人としての息を教えてもらったという。鶴八は森蕎麦を食べる鶴太郎の目の前で江戸前の天丼を食べていた。これは君も早く売れる芸人になりなさいという師匠なりの激励であった。鶴太郎は師匠の懐の深さを知り、いつかは師匠と一緒に天丼を食べたい。と決意するが売れ出した頃に師匠は亡くなってしまい、その願いは 叶うことがなかった。そんな売れていない頃、電話帳で見つけた女性宅へ、ゴーヒロミのモノマネで、いたずら電話をし、もしもし、僕、ヒロミ、と女性へ、本物のゴーヒロミと思わせた頃、が母、騙された、とファンを魚でするようないたずらをよくやっていたという。1976年頃に、大阪で、早草純 あとのはやぶさブラザーズのもとで修行、岡鶴太郎、デビュー当初は、肩がないの芸名で、トランポリンの地方工業を行う。このままで終わってしまうことに不安を感じ2年ほどで一座を、脱退。知人の紹介で、松山の道後温泉で劇団に所属して、司会やモノマネの仕事に付き修行を重ねる。温泉旅館での宿泊客の老人には持ち芸である。 小森和子の真似は受けなかったが、鶴太郎の才能を理解してくれた座長の娘と半年後に上京、結婚した。夫人との間には三人の子供を設けたが、テレビ番組では三十歳の頃から別居状態であると明かしており、二千十七年に離婚している。一部週刊誌は離婚の原因を若い頃からの浮気癖としているが、本人はヨガに熱中して、 ストイックな生活に没頭したため妻とのすれ違いが生じたと真相を語っている。24歳で実質的なテレビデビューとなるフジテレビ系お笑い大集合に出演。ここで後に漫才ブームの仕掛け人の一人となった横沢ひょうと再会。片岡鶴太郎の芸名でテレビに進出するが漫才ブームには乗れず。その後お笑いタレントとして俺たち氷金属で披露した。 近藤正彦のモノマネにより一躍脚光を浴び、旧館長の旧ちゃんや浦部久美子、タコ八郎等の真似で人気を博した。当時は小太りの体型で熱いおでんを無理やり食べさせられて大げさなリアクションを繰り出すなど飛躍的なキャラクターだった。そのため、鶴太郎こそがいわゆるリアクション芸人の元祖だとの声もある。 今でこそその芸風はされ全く見られないが、オールナイト富士では、おまるの中に、かりんを入れて示すなどの下ネタを披露したり、同番組内の、鶴太郎劇団という寸劇コーナーでは、頻繁にそうして、断層した、共演の女子大生と絡みのシーンを演じる、劇の最後のオチで全裸を、女子大生に見せつけるといった下品なキャラクターであった。 油ぎっしゅな男ナンバー1という不名誉な称号を得たのもこの頃である、イデラッキョは鶴太郎の芸風に影響を受け全裸ネタを使うようになったと語っている。また、オールナイト富士で萩原健一と愚か者用だった際には萩原にズボンを脱がされてパンツとワイシャツだけの姿になってしまった。お茶の間に定着していこう。 物真似ではとりわけフケキャラの開拓を得意とし、小森和子、浦部久美子、坂上二郎など多数、後年にも宮地敏夫、城南電気社長や横山昌司、朝原昭光の最初の死弁護人ら、話題の人物を好んで演じてみせた。持ち前の器用さから、バラエティ番組の司会やトークも数多くこなし、1986年には、鶴太郎の造語、プッツン。 例えとして、脳の血管や勘認袋の糸口、あるいは緊張の糸が切れて突飛な行動を取る子、またはその人物が、新語、流行語大賞の流行語部門、大衆賞に選ばれた。笑っていいとも。に、出演の際には、タモリと、キュウちゃんのお真似を必ず行う。FNS スーパースペシャル1億人のテレビユメレットに登場した、旧館長がモデルとなっている。 1980年代に女性タレントとの浮気が報道された際、ビートたけしが鶴太郎の野郎、この前神さんがマンションに来て、しょうがないから、ギリでやってたら隣の住人に、うるさいなぁ。毎日毎日。と言われちゃったと語り、当時の鶴太郎の人気のほどを伺わせた。もともと歌がうまく、東京荒川少年少女合唱隊の第一期生でもあった。 歌唱力の高さを生かして1980年代半ば頃までは、コンスタントにシングルを発売していた。俺たち表金属などで歌わせてもらうも、なぜかヒットせず逆にお世辞にも上手とは言えない。アカシア・サンマが、真っ赤な嘘や、人気コーナー、竹ちゃん版マンの挿入歌、アミダ、ババア歌、CM で話題となった、幸せって何だっけをヒットさせたことで、なぜサンマより、 歌の上手い自分の曲がヒットしないのかとぼやいていたという。鶴太郎は当時、表金属の収録日である水曜日に生放送されていた夜のヒットスタジオにも歌手として二度ほど出演実績を持っている。一方サンは飛び入りの応援ゲストとしての登場はあったが歌手としての出演実績はない。ザベスト展にも ランクイン記録はないが1989年7月27日放送のスポットライトのコーナーに思いの丈でで出演したことがある。1988年には今までの自分が嫌になりそれを否定したかったという理由からプロボクサーテストを受験。当時ボクシングのプロテストの受験資格年齢は29歳までであったため33歳。 当時の鶴太郎には本来受験資格がなかったが、日本ボクシングコミッション JBC に懸命に頼み込み、合格しても試合には出場できないという条件で、特別に受験がかない合格した。受験にあたって、前年から減量を始め、それまでの小太りから急激にシャープな体型に変わった。プロテスト後は、鬼塚克也や畑山隆則のマネージャーとして、 タイトルマッチではセコンドを務めるなど、両人の世界王座ダッシュに大きく貢献。後に、芸能活動において、鬼塚や畠山などの元プロボクサーが鶴太郎と、同じオ歌プロに所属するきっかけとなった。1988年から1994年に放送された、季節外れの海岸物語では、主役の河村圭介演じると同時に、鬼塚克也との共演も果たした。 1990年に TBS 月曜ドラマスペシャルで放送された昭和のチャンプタコ八郎物語ではかつて俺たち表金属でモノマネをした小八郎を彼の前半生でのボクサーとしての視点を主体にシリアスに演じている。百八十八年映画偉人たちとの夏の監督大林信彦に江戸弁置きに入られ主人公の父親役に 抜擢されると評判を呼び、多くの映画賞を受賞、活動の軸足を俳優に移す。そして1991年の NHK 大河ドラマ、太平記の北条高時役を演じたことで、役者としての決定的評価を得ることになる。後年、大河ドラマでは、原読両乱、1999年で、花臭一長役を演じた。軍師官兵、2014年では、 小寺聖職役を演じたが、仁義なき戦いにおける、金子信夫のイメージというオファーがあったことから、芸人色の濃い演技となっている。1990年代には、横溝聖書原作一連の推理ドラマに、主人公の探偵、金代地康介役で、毎年出演、京急本詩、石坂康二や古谷一行らと並んで、近代地役の代表的俳優の一角を占めることになった。 以降も、火災の人では植物を愛し人間の本質を見抜く、温かみのある、桑田判治役を、ララバイ刑事ではどこか、虚無的な雰囲気のある刑事を演じるなど、コンスタントに活躍を見せている。近年は2時間サスペンスドラマの主役として活躍する、機会が多く、特に、梅口茂しげるから引き継いだ、終着駅シリーズでの牛尾正直刑事役は、当たり役の一つ。 同シリーズの2007年9月22日放送、悪の条件では1985年に、フジテレビ系列で放送された、夕焼けにゃんにゃん以来、約22年ぶりに、国章さゆりと共演した。八丁堀の七人では久々に、山田邦子と共演し、俺たち氷金属のコンとさせるやりとりを見せた。だが以前、お笑い路線から離れ、 ドラマ出演などでかっこいい路線へ転向しようとする、鶴太郎を、かつてのお笑い仲間大平三郎、大平四郎などに、自分一人だけ格好をつけようとしていると激しく、避難バッシングされトラウマを抱える。のみ友達である、志村健の著書によると、鶴太郎は、酒の席で、自分は、物ネも、中途半端だし、お笑いでは、たけしさんや、さんまさんにはかなわない。 コントには、志村さんがいる。だから、俳優に行くしかないと語ったとされている。後に、氷金属族は、天才の集まり、芸人として、限界を感じた。島田信介さん、ビートたけしさん、さんまさん、山田邦子ちゃん。毎週ガチンコで勝負していると自分の力量が分かって、来る。たけしさんと、さんまさんがトークしているとき入っていけなかった。とも語っていた。 俳優への転身は自身の評価にもつながっており、テレビで柳原かな子を見た際、彼女の芸を気に入った鶴太郎はすでに大田プロダクションにも入っている同僚であることを知らずにスカウトして来いといったことがある。近年ではお笑い以外の多方面での活動が強調されており、本来の芸人としての活動からは遠のいているように見られがちであるが、 爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦スペシャルや爆笑フッドカーペットに審査員として参加したり時には上実のお約束名を披露するなどしており完全に第一線から身を引いたというわけではない2008年には FNS27 時間テレビみんな笑顔のひょうきんむれ似てかつてのひょうきん族のキャラクターであるマイヤさんやピヨコ体を久々に演じた 2000年、あるドラマに父親役で出演した際、息子役の当時無名だった、小栗俊との喧嘩のシーンで、小栗が本気でのしかかり鶴太郎は腰骨が外れるという怪我を負った。多忙だった鶴太郎はこのことをすっかり忘れていたが、10年後の2010年、小栗が鶴太郎の楽屋に挨拶に来てこのことを言うと、鶴太郎は非常に驚いたという。 2012年から瞑想への関心をきっかけとして、毎朝起きると4時間ヨガを実践し、5年目の2017年には、インド政府公認、プロフェッショナルヨガ検定、インストラクターの全4段階中の難関のレル1に合格した。タモリに影響を受け、差し絵を描くことを始める。コメディアンとしての仕事から距離を置くにつれ、1989年に、 ドラマ、思考の青春期よら、ごッほだではき頃の胸形思考を演じたことをきっかけ、水墨画を描くことや陶芸など美術方面へ、傾倒していく。岡本太郎とバラエティ番組、鶴太郎のテレも、んじゃで共演したことから知り合い、岡本によってその才能を評価され自信を持ったと去る。群馬県あず郡草津町、福島県福島市に、美術館、石川県加賀市、 佐賀県伊万里市に工芸館がある。右利きだが、絵は左手で描いている。鶴太郎がタイを描いた台紙を用いた片岡鶴太郎目でタイ電報が2000年5月14日より NTT から販売されている。台紙内部に格納されたタイとエビの絵は取り外して、コースターなどに利用できるように言っている。青森大学で芸術論を担当。NHK。 趣味悠々では、2003年7月から9月に、鶴太郎流木祭画塾、翌2004年4月から5月に続編となる、新鶴太郎流木祭画塾で講師を務める。2003年、奈良県大魔寺中の棒に、天井画を記号し放納。2004年秋より、文化勲章受賞者や日本芸術院会員ら、一流画家の作品に混じって、 宇津市仏道場の各天井に飾られている。作品名は天井より海を眺め。2007年には絵画の視点で書道にも挑戦し、第24回産経国際書店に応募。作品、骨が話題を呼び、総数7575 75点の中から産経新聞社賞を受賞した。また、女優でアイドルグループキャンディーズの 元メンバーだった田中良子に水墨画など絵画を教えており、田中にとって鶴太郎は絵画の師匠的な存在だった。2015年3月、書家として第10回、出島有慶賞を受賞した作品、夜。鶴太郎は、1988年のテレビ夢列島88の中継で、福岡にあるテレビ西日本、TNC を訪れた際に、 そこでアルバイトをしていた中二人の青年と出会い、君、たけしさんのモノマネをしているよね。いいよ、面白いよと声をかけた。その人物は当時大学生の松村国博であった。この出会いで、松村は大学を中退、上京して、大田プロからデビューすることとなった。現在は松村にこの出会いをモノマネされている。2008年10月、NHK スペシャル。 病の起源第4回に出演。このシリーズは取り上げるテーマの病にかかった俳優、タレントが案内人を務めており、第4回のテーマは独自障害。そこで鶴太郎は学生時代に教科書の音読などが苦手だったという経験を踏まえた上で、自らも独自障害の疑いがあったのではないか。そのことがかえって芸術家としても花開くきっかけに、 なのではないかと告白した。またた数、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。